どうも、お疲れ様です。今回はですね、5月13日になりましたけども、金曜日の深夜の材料をちょっと確認していきたいと思います。通常そこまで影響がない星1つ星2つなんですけども、まあ重なるとね、結構な影響を出すというところなんですよね。え今回は4月輸入物価指数前月比と、 それから4月輸入物価指数の前月位。これがまあ同時に発表されたわけですけども、あとね、時間をずらして、5月のミシガン大学消費者、消費者態度指数ですか。これだけちょっと聞き慣れないのが出てきましたね。これがちょっと要注意だよってことで星2つついてます。こちらの影響がね、今回顕著にあったってことがチャートに出てるんですよね。はい、それがこちらなんですけども、現在、 朝4時なんで、ここの陰線が形成中ですよね。で、遡って4時間、5時間前っていうのは、この溶線を形作る力強い、このチャートになってますけどもね、ここがね、材料によってゴーンと動いたってことになります。まあ、ですんで、21時半の材料はさほどでもなかったんですが、まあ、このあたりですよね。その後、23時に起きた材料が、 通列だったということが分かると思います。まあ、多くの方は、金曜日は、まあ、お昼ぐらいにね、私のお話もあってですね、えー、もう、トレードの方は、うん、閉店したと思いますね。で、それじゃなくても、深夜にね、もうポジションを持っていることってのは、まあ、稀なんで、ここには巻き込まれずに済んだと思いますけども、こういった事後解説と言いますかね、ことが起きた後に、どこと関連付けるかってことも、 これからのトレードにものすごく重要になってきますので、まあお時間ある方はね、ここまでやってみるとよろしいかと思いますえ。ちなみにですね、ここら辺でこういうふうにね、ちょっと上げトレンドというか、もう思い出していただきたいんですけども、レンジがこういうふうに重なったよっていう話をしましたけども、これがね、もしかしたら、まあトレンドの方向に戻ってきたんではないかなと。 皮肉にもね、材料がどん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 起きた後で、結局戻ってきたのかなって気もするんですよね。まあこれを加味して、えー、来週の20週目のね、また予測を立てていきたいかなと思います。えー、上昇圧力ってのは今週ずっとあったわけですけども、結局、なんか、1週間終わってみたら、本当に上昇圧力のまま終わったなっていうところですかね。はい、それでは今週もお疲れ様でした。ありがとうございました。